高梁川の支流の一つ、日渡川。その川に沿うように走る町道大小屋線から山側に目をやると、大きな岩壁が見えてきます。吉備中央町と総社市の境の地区、諏訪谷地区にあるこの岩壁は、古くから地域では天の岩と呼ばれています。大小の岩が重なり合い、自然が作り出す造形の見事さに驚かされます。幅50メートルにもわたる岩壁の中腹にはこんぴら大権現が刻まれています。どうですか、高梁の松山藩の関係でここへ天の遊覧人が修行をせられたというようなことを聞いておりますし、大和孫子の中に、一応調べたらありまして、昭和50年発行の大和孫子、ここに天の岩に関する記述が残っています。大和孫子によると、明治の初めに隣町の高梁市から天の遊覧という人物が来て、いろりを立てて住み、病人に祈祷やまじないをして、この場所は大変にぎわったとあります。岩壁に掘られた神像は、修行のためにのみを振るって彫刻したものではないかとあります。ここに出てくる天の遊覧は、備中松山藩士で宗教家として活動した天の遊法のこととされています。天の遊法はこんぴら神社の信仰が扱った人物で、朝敵となった藩主板倉勝清の金庫を解こうと、さぬきの地で水掘りの荒行を重ね祈願したといいます。明治6年に高梁へ帰ってくると、御利益を授かろうと多くの人が集まり、道の両側にひれ伏した人々の真ん中を体に触りながら歩いたという逸話が残ります。大小屋の岩壁には明治6年10月吉日とあり、高梁へ帰ってきた頃からここで祈祷をしていたと考えられます。天の様と呼ばれ、古くから地域住民に守られてきた天の岩。地元の吉備中央町大小屋地区、総社市信原地区の住民が協力して周辺の整備を続けてきました。もうここまでしてもらったらですね、どういてか道路、車が増えました。道路ができて、もうみんな の大小屋 の12軒の方にね、この朝から出て記念してもらって、もうこれ大事にしたいと思っております。はい、宝にします。はい、これをその昔 その松山藩の関係で天の遊覧いうのが、ここでこういうことをしようたんだなということがですね、みんなに分かっていただければというような考えを持っております。はい、それで一人でもこう道路は車が多いですから、寄っていただいて、これを見ていただいて、上に上がっていただければというふうに思っております。今では町道を行き交う車からも岩壁がよく見えるようになり、階段や看板も整備されました。これまで雑草が生い茂り、近寄りにくい場所だったからか、あまり知られていなかった天の岩。周辺住民の思いを乗せ、そびえ立つその雄姿が春の空に溶け込みます。